ですか？ちょっとこれ、オグエモンはすごく悩んでるみたいですよ。オグエモン悩んでんの？僕悩んじゃうって悩んでますね。すごく。オグエモンさんの心の声が今聞こえてきました。はい、滑りました。クソですね。ほんとクソですね。はい、どうぞ。道具出しそうだな、そいつな。イメージでちょっとやってみて。あ、じゃあ俺が呼ぶから。ルパー？おー、チコちゃーん。いや、次元それ聞いてわかるんだよ。なんでだよ。おかしいだろうがよ。あ、そういうことじゃなくて、そうそう、笑いでもね、そう、笑い、笑うね。笑ってから、そうそうそう、っていうね。お、了解、了解、OK、元気。ルパー？うぅー、チコちゃん、ちょっと待って。折れてんじゃねえよ。全然似てねえ。途中で折れてん。違う、じゃあ折れてん。どうですか？はい。ジャル？こんなところで何してるの？うまいかな、これ。あれ？あ、じゃあ待って、本気でやる、本気でやる。はい、うんうん。千春さ、こんなところで何してるの？あゆちゃんとやしろくんの邪魔になってない？大丈夫。いや、じゃあ弟子に出たらすごいよ。あ、でもそうだね。あの、いい、すごくね、近いけど、あとね、もうちょっとあれはね、もうちょっとね、優しさが、いや、村瀬くん優しすぎちゃうから。もうちょっと。してけれども、千春はさ、今日すごくジョン・レノンに似てたかも。それでは今日もそろそろ始めていきましょう。村瀬君と八代君、ジェネレーションズ、今日もよろしくお願いします。似てる？姉ちゃんに報告しておきます。じゃあ僕からいきますね、うんうん。ブルー、俺が若元さんだ。お得意のものまね。あゆみちゃんさ、そう、ちょっと。はい、僕あります。一個できるの。ちょっとやって、言わずにやって、言わずにやって。ははい、ほら、埼玉から来た5歳児だぞ。おお。リバーブとかなしで。いや、じゃあ、もう一個、じゃあ別の見てるやついくわ、うんうん。あの、弊社の先輩の森久保祥太郎さんのまね。あ、うお、お、うん。森久保祥太郎です。怒られるちっちゃい子猫がいてさ、はいはい、にーにーって、まあ、子猫じゃなくてもさ、猫ってさ、気まぐれでさ、はいはいはい、なんか甘い体質でこうバーって来たらさ、あーよちちちちちちち、どっちったどっちったどっちったかわいいね、かわいい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 、なんか赤まって落ちんのか、違和感ねえのが腹立つわ、あんたの声。え、やってみればいいんだよ。